こんにちは、アツです。 Hi, Snack。 はい、はい、今回ですね、ディスティンクションシリーズの最近動画を始めてて、うん、その3つ目なんですけど、今日はニックはスペシャルゲストで来てるんで、いつもね一人で寂しくやってるんですけど、なるほどね。今日はニックが来てくれて、俺といるとは寂しくないでしょ。そう、すごい、ね、心強い。いいですね、ネイティブがいるから、はい、そうで、今回は、ニックに、もうディスティンクションで1個だけフレーズを選んでもらってるから、まずそれを皆さんに、ニックからお伝えしますので、はい、何のフレーズ、どういう意味なのかっていうのをちょっと推測してみてください。はい、いいですか。はい、問題です。 A blessing in disguise。 A blessing in disguise はどういう意味でしょうか。はい、 A blessing in disguise。 いい表現ですね。A blessing in disguise。 Blessing in disguise。 What does that really mean? A blessing in disguise。 Blessing。 A blessing っていうのは、 Blessing は願いとかみたいな感じかな。願い、願い、幸福とか。そうですね、そうですね。願いじゃなくて、 What did you just say? 幸福。幸福、幸福でいいんじゃん。恵みとかね。そう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 。A blessing。よくさ、その人、くしゃみした時に Bless you とか言うじゃん。言うね。多分昔の人がくしゃみをすると、まあ風邪をひいて死ぬ可能性があったから、そういうことを言うの。なるほどね。なんかその悪魔が、そうそうそう、まあ宗教的な、そういうやつよね。うん、今でも言いますよね。A bless you、 A bless you、 God bless you とかめっちゃ言う。なるほどね。で、A blessing が恵みで、In disguise っていうのは、In disguise、 隠られている、はい、そうですね、恵みみたいなとか、あの、なんていうの、コスチュームとか、そういう、変装、変装、ディスカイズは本当の自分を見せたくない服を着る。なんかよくさ、アニメとかにさ、なんか、メガネとでかい鼻がついてる、はいはい、たまにありますね。そうそう、それはディスカイズね、ちょっと、本当の自分を見せないみたいな。ああ、なるほどね。はいはいはい。A blessing in disguise。つまり、ディスカイズ、こう、変装してる、blessing。恵みっていうことで、じゃあまあこれまずそもそもどういう意味かっていうと、ちょっとどういう意味ですか。例えば悪いことがありました、うん、でも代わりにその悪い結果の中にいい結果もある。なるほどなるほど。だからその、まあ悪いことがあってちょっと視野を変えるといいこととか、そういう、なるほどなるほど、まあ、自分の目線をちょっと感覚を、Right. So something that's seemingly negative, yes, when viewed in a certain light, it's positive. 例えばね、ちょっと例が一番わかりやすいと思うけど、そうだね、今日はめちゃくちゃ可愛い子と飲みに行く予定でした。の、ニックらしい。まあ結婚してるけどね。でもこれはもし俺が結婚してないのはね、例えば、もしね、めちゃくちゃ雨が降って、会えなかった。はいはいはい、その可愛いこと、ただ俺のめっちゃ好きな映画がたまたまテレビでやってたから、あ、The rain was a blessing in disguise とか、ああなるほどね、そうそうそう、だからなんだろう、まあ会えなかったのは残念なことだけど、でもちょっとポジティブに見ればそういうポジティブなこともあったっていうような感じ、バッチリですね。なるほど、ちょっと一応ディスティンクションの日本語訳、何でしょうか。結果的に逆に良かったこと。おお、そう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 。っていうのが blessing in disguise。最初から言えよ、それ。俺の流れなんかどうでもいい例みたいなやつ。恥ずかしいんだよ、俺が。じゃあ、この例文せっかくなんで。逆に良かったこと、めちゃくちゃいいじゃん、それ。せっかくな、something that is actually positive っていうふうに書いてますね。そう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 。はい。どっか、何が、なんか、なんか無理やりに言う場合がめちゃくちゃ多いの。無理やり？そう、俺よくママに無理やり言われてムカつくなんだけどさ、例えばなんか足を折っちゃって、はいはいはい、でなんか動けないし運動できないじゃん、でママが、いやでも1ヶ月くらい休めるからさ、It's a blessing in disguise みたいな。なるほどなるほど。別に全然逆によくないよって俺思っちゃう。じゃあなんかこう無理やりポジティブに取ろうとしてるときとかも、そう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 、 Just look on the bright side、 Look on the bright side みたいな感じですね。そんな感じなんだ。なるほどなるほど。じゃあせっかくなんでこの例文も読んでもらっていいですか。 I know being、 お、これ俺の例に近いんだけど、 I know being ghosted by a crush feels terrible, but I think this is a blessing in disguise. You don't have to waste any more time and you can finally move on with your life. これもちょっと無理やりにじゃない、わかる、なんか確かにちょっと負け惜しみじゃない。本当はデートつもりだったけど相手の子がもう来なかったの、連絡なしで、
で、アツが大丈夫だよ、ニック。これは、うん、逆に良かったよ。あの子の本当の性格を分かったから、もう時間の無駄にならないし、うんうんうん、なんか、これからね、新しい子を探せるよ、みたいな。はいはいはい。これ、ゴーストっていうのはね。ゴーストはよく使うね。stood me up みたいな。stood me up とか。急に消えるとか。急に消えるとか、なかなか連絡なしで来ないとか。うん。8個前に、19時半、集合だったのに。なるほどね。ゴーストもう幽霊のように、ね、そう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 、来る予定だったのに来なくなった。そう、この多分時代、俺たちの世代からこう、それが多かったと思う。昔はあんまないと思う、うん、ゴースティングとかは。あ、なるほどね。最近はカジュアルになってきて、まあメッセージできるからね、はいはいはい、昔はもっとみんなちゃんとやってた気がする。クラッシュっていうのは、クラッシュは好きな人、好きな人のことだね、うん、もう一個も読んで。あ、いいよいいよ。はい、注文多いな今日。はい、It was a blessing in disguise that the shirt was sold out in my size because now I don't have to spend money on it. これも無理やりだね。俺が買いたかった T シャツの在庫はなかったことは逆にいいことだった。だってお金使わなくていいからみたいな。なるほど。本当に欲しかったじゃんみたいな。It's a blessing in disguise. なるほど。まあこんな感じで使っていけばいいってことですね。うん、じゃあ、まあここまでディスティンクションの例文とか見たんで、blessing in disguise が他のネイティブにね、ちょっとニックネイティブだけ間違ってるかもしれないから、okay. ちょっと他のネイティブ違ってるわけねえだろ。はい、じゃあ見てみましょう。Middle school was a blessing in disguise for me, and it took me years to realize that. なるほどね。まあ中学校が、まあ今この子が言ってるのは多分当時、中学生の時は結構辛かったんだけど、今、まあ、振り返って、当てる？振り返って。振り返って。見ると、うん、Blessing in disguise 逆に。良かった。まだ良かったことは言ってないんだよね。はい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 。なるほどね。だから、まあ、あんまりいい経験じゃなかったんだけど、今思えばいい経験だったっていう感じだね。なるほど、じゃあ次。I like O Day. That's what I call it. I celebrate this day every single year, but this year is really special because it's the 10-year anniversary since that blessing in disguise.And to celebrate, I'm excited to introduce you to the first ever physical version and hardcover edition of my book, Let Go. これだけでわかる？わからない。これだけじゃちょっとわからない。ちょっともっと見してよ、俺。もうちょっと前見るか。ああ、前見よう。タイトル見れば、10 years ago, lost my dream show. ああ、そういうことか。なるほど。あの、10年前に自分のめっちゃ、まあ、最高な夢の仕事がなくなって、うん、で、多分代わりにこの本が。書きたんで、Let it go、うん、もうリリースしてみたいな。なるほどね、Let it go ってそういうことか。そう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 。もうなんていうの、忘れて前に進むっていうことね、うん。なるほど。I lost my dream job. Here's what I learned っていうのがタイトルなんですよ。なんでこの人は dream job があったんだけれども、10年前にドリームを失っちゃって、でもそのおかげでこんなんなった。いますよね、この2つを両方見るとさ、やっぱり looking back it was a blessing in disguise とか、昔今から見ると当時が、そうそうそう、in hindsight、 そう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 、なるほど、うん、今思えばっていうことだね。そうです。なるほどなるほど。なんかこの前、うん、まあ、私の知り合いではないんだけど、うん、まあそのなんとなくこうつながってる人で、うん、公務員試験に落ちて、落ちちゃってどうしようって思ってる時に台湾に留学して、で、そのまま中国語もペラペラになって、台湾の大学に行くようになって、次はアメリカの大学に行きたいみたいな人がいたんですよ。ただただすごい人じゃない、この人は。なんか、でも公務員試験に落ちたから、そういう。ああ、なるほどね、そういうきっかけがあったみたいな感じね。だからそれは blessing in disguise で、ね。そう、俺も、うん、10年前にすごくテレビに出たくて、頑張って。うん、代わりに厚切りジェイソンが売れて、今感じちゃったけど、テレビ出れなくて、でも、YouTube で厚と会えたから、It was a blessing in disguise みたいな感じです。本当、心の中はまだテレビ出たいけどね。ちょっと皮肉に聞こえるよね。いや、blessing in disguise じゃないじゃん。そうそうそう。Apparently a blessing. じゃあもう一個ぐらいだけ見ましょう。はい、It's very, very positive.Anytime you have a migration, in fact, Europe, to some extent, this is a blessing in disguise because Europe never had the immigration. Why is United States good? It's because they had the immigration. あれ、まあそのイミグレーションね、そのまあ移民が逆にヨーロッパにとって blessing in disguise ってこの人が思ってるみたいな。なるほど。なぜかというと、アメリカはそういうなんかめっちゃ混ざってる国で、それはアメリカのいい特徴だから、ヨーロッパもそう。
みたいな感じになれるみたいな、うん、だからきっとこの前の話の中でこのマイグレーション、そう、イミグレーションか、そう、イミグレーションがあるっていうことが、あんまり良くないっていう話があったんだよね。そう、絶対その話だったね、うんうん、でも実はイミグレーションっていいよね。なんでかっていうとヨーロッパの発展につながるじゃないかみたいな。アメリカもそうです、ね、ニックみたいな、ニックもイミグレントだよね。イミグレントどうだ、あ、まあ、まあまあ、まあ、みんなイミグレント、アメリカはね、そうだよね、そう、面白いよね、はい、まあ、こんな感じで Blessing in Disguise っていうのをこう調べて、ね、どういう、ところで使われてるかっていうのがあると、うん、もうそれを聞くだけで、あ、こういう話この前にしてたのかなとかいうのもちょっとイメージできるね、うん、はい、これよく映画とかね、ドラマとかで聞く、はい、セリフなんで、ぜひぜひ、はい、じゃあ最後にね、オリジン、はい、語源がねあるんで、ね、ね、まあ、直訳すると変装した、まあ、in disguise の神からの恵み、 blessing っていう風になって、うん、不幸に見えて実は幸福であることを意味する表現で、18世紀にイギリスの牧師兼作家のジェームズ・ハーベイが書いた賛美歌に使われたのが最初だと言われていますと、はい、知ってる？ジェームズ・ハーベイ、知らん、うん、私も知らないんですけど、ね、はい、もっと知りたい人は調べてください。はい、はい、じゃあまた。ということで、Blessing in Disguise、はい、使ってください。使ってください。じゃあまた次のところでお会いしましょう。